はい、皆さんこんにちは、ワネルグルイジです。では今回は SD ガンダムジェネレーションダブルゼータガンダム編、続きをプレイしていきたいと思います。スーパーファミコンのソフトになります。まあ、一言で言うと G ジェネレーションとゲレンの野望を、まあ、足して2で割ったようなソフトになっています。では早速続きをプレイしていきましょう。今回はどんな内容でしょう。宇宙世紀 00880、 8月29日、ユーゴの反攻作戦の開幕、ネオジョン軍は地球に降下、部隊を送り込み連邦議会のあるダカールを無血占領した。だがカラバとユーゴによる攻撃が行われ、ダカールを退却。そして同年10月31日、ネオジョン軍は C 行動とし、ダブリンへコロニー落としを遂行。黒い巨大な円筒が今雲の隙間から影を落とすのだったというとこですね。では早速このね、コロニー落としの舞台プレイをしていきたいと思います。まず舞台の整理からしていきましょう。前回捕獲したキュベレーなんかもいると思うので、まずは一覧からですね。そうだな、ジム3とかはもう捨てていいと思うので、ジム3なんかを一度解体しましょう。あとサラミス海ももう不要だと思うので解体しちゃいます。でネイルアーガマーなんですが、搭載できるモビルスーツの量が6機ですね。6機、これを念頭にちょっとモビルスーツの調整を行いましょう。まずジム3は全部解体する。もうジム3を残しておくだけのね、戦艦の搭載数がないので、これで今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 と、これでちょうどぴったりですね。ぴったり今のネイルアーガマー2隻に搭載できる量です。ちょっと生産で何かもう1機ぐらいでも作りたいな。もし作るんだったら、ザク3とか持ってないな。ザク3作りますか。マシュマーの乗ったザク3。で、残ったお金で戦艦が作れるかというとどうなんだろう。今329しか残っていないので作れないですね。では、一旦今回はこれで出撃していきましょう。まずは部隊を出していきます。クラスチェンジで言うと、まずはディアスですね。シュトルムディアスがガルス J、 ガルス J か。こっちはガンキャノン D。 どうなんだろう、能力的になんか落ちそうな気がするな。ちょっとやめましょう、このまま行く。でガンダムマーク3はやっぱドーベンウルフ強いんだよね。ドーベンウルフにしましょう。で、もう一個が、ドーベンウルフとゲーマルク。こんな感じでね、編成をしていきます。では、これでグループ編成して出撃していきます。で、マップの方を見ておくと、こんな感じのマップですね。サダラーンかな？マップの。左下にいましたね。で、ここにいるのは敵の潜水艦かな。まあ、3隻敵は出ているという状態のように見えます。なので、これを順次潰していきましょう。ニーラーガマ2隻出します。ダブルゼータ時代にモビルスーツは恐竜的進化を遂げたというふうにも言われてますけど、確かにね、もうモビルスーツが強くなりすぎてますからね。ここにいるのがトロイホースですね。ここにガンダムマーク3が2機、あとジム3が5機入ってますね。で、ここにいるのがエンドラか。サイコガンダムがいたな、今ね。チラリと。で、ここにはザクタンカーがいますが、ドライセンが3機。で、ユーコーンに、これはカプールかな。これが4機入ってますね。まあ、陸上で迎え撃ちたいところかなと思います。では出撃させていきましょう。キュベレ、あとはゲーマルク、ハンマ
まあ、そういうモビルスーツ用意してますからね。で、ダブルゼータガンダムはですね、まあもう大学生の時ぐらいにツタヤでビデオを借りてずっと見てた時は、言ってもあんまり好きなモビルスーツ等もなかったんですけど、改めて見直してみるとキャラの乗ったゲーマルクとかね、結構かっこいいんですよね。エンドラにいたガンダム、最高ガンダムマーク2かな、あれはこちらで使いたいな、回収して使いたいですね。できれば回収して使いましょう。おお、そう言ってるとゲーマルクだ。ちょうどゲーマルクが来たな。メガ粒子砲、マザーファンネル。ここはメガ粒子砲で、火力重視で攻撃が出ていきます。上空にも敵の戦艦いましたね。上空の敵戦艦も潰していきます。ゲーマルク、本当に火力高いね。劇中同様、本当に火力が高いです。ゲーマルクが、撃墜したグレミーのニュータイプ部隊、その中にガンダムユニコーンで出てくるマリーダさんもね、入ってましたよね。ここは最高ガンダムマーク2の拡散ハエメガ粒子砲、これでユーコーンを撃沈していきましょう。だからもう初期の頃はね、やっぱり戦艦潰すのにも一苦労しましたけど、今はもう戦艦潰すのに恐竜的進化を遂げたモビルスーツたちを使えば、まあ、どうということもなく倒せるようになってますからね。ここも経験値稼ぎというよりかは効率重視で一気に敵の戦艦を中心に潰していきます。まずはユーコーンだな。ユーコーンを潰してしまえば水中でカプールと戦う必要がなくなるのでだいぶ楽になる。倒した。サイコガンダムのリフレクタービット強い。火力が違う。これでカプール4機をね、無力化しましたね。が、まあ、残念なことにですね、我々のネイルアガマに余裕が全くない状態なので、まあ、回収はちょっと難しいかなと思います。もし撃破されるモビルスーツなんかが出てきて、空きが生まれたらですね、そこにカプールを乗せるというのはありだと思います。ここはザクタンカーになったドライセン3隻もろとも撃破していきましょう。これで早くも2隻ね、敵の、まあ、戦艦というかね、潰してきています。空中マップ見ると空中マップにもまだまだいるんだよな。エンドラで、こちらがサダランだな。で、アウドムラがいるね、ここに。アウドムラがいてっていうところだな。アウドムラを通ろしてもいいかもしれないですけど、空中戦でどこまで戦えるかだな。土台があるわけでもなし。一度下ろす必要があるかもしれないな。降下しちゃいましょう。で、敵を下におびき寄せます。隼人艦長がやられるのもね、まあ、ここだったと思うんですけどね。では一度モビルスーツ隊を収容しましょう。なんか怪しい雰囲気になってますね、この辺りが。心に落着のその地点になってそうな、そんな感じがしますので、モビルスーツ隊を収容。その上で離脱
測りたいと思います。空中戦になるとただ戦えるユニットの数が少なすぎるな。さあ、こっからは戦艦同士の打ち合いになりそうですね。アウドムラとサザランで、さらに我々の方はモビルアーマー形態になったダブルゼータ、それとモビルアーマー形態になったサイコガンダム MAX2 バウ、これくらいしか空中で戦える戦力がないので、コロニーが落着したらその後もう一度降下して、地上で戦っていきたいと思います。このままね、ここで戦い続けるには少々不利かなと。ない、ダブルゼータガンダムがこんなに削られたか。これ一応ダブルゼータ戻さないと撃破されるな。ここまでの火力が出るとはな、エンドラに。できれば効率よく敵の戦艦を潰してモビルスーツ隊を相手にしないというのが一番いいんですけど、戦えるね、空中で戦える戦力があまりにも少ないので、まあ、そうも言っていられない、いい部分もあったりするんで、まあ、うまくモビルスーツを、まあ、温存しながら回復しながら戦っていければいいかなと思います。まずダブルゼータを一度収容せざるを得ないので収容しましょう。収容した上で攻撃目標をどこにするかだな。まあ、ここのエンドラが1万1000で、こっちのエンドラが1万、まあ、下のエンドラ狙う方が常識的なのかな。下のエンドラ隊を攻撃していきましょう。ネイルアーガマーがちょっとピンチですね。落とされやしないかという、まあ、そんな感じがしますが、まあ、先にこちらのエンドラ潰しましょう。 84% 命中率で残りヒットポイントが524ですね。これは削り切れると思います。これを削ってエンドラを一隻かな、無力化して、もう一つのエンドラ、もう一隻のエンドラに対しては防御をねしっかり張っていきましょう。結局ここも DJ がね出せないんですよね。土台でもあれば話別なんでしょうけど、土台もないと空中ではちょっと出せない。これでコロニーが落下だな。あの一体が大損害が起きると、うわ、全部やられた、全部やられましたね。次のターンでむしろ侵入されるんじゃないかっていうリスクがあるな。そしたらこの後降下して、あとは地上戦で戦っていきましょう。いや、サザランが火力高いな。ん、ネイルアーガーマが危ないぞ。これバウの攻撃が4回残ってる中でどうしのげるかだな。ちょっとこれは防御に徹しよう。残り7200が残れるかどうか。これクリティカル一度でも食らったら終わりだな。1300、クリティカルがなければ残り2回しのげるか。お、ネルアガマじゃないところ狙ってきた。バウはバウ同士で戦うか。これも防御して一度バウを守りましょう。で、ネイルアーガーは次のターン降下して、まあ、難を逃れるというか、体力のね、回復を行っていきたいと思います。できれば今この交戦中のエンドラを撃沈して、サイコガンダムマーク2をもう一個欲しいな。まあ、バウなんかを相手にするぐらいだったらエネルギーを温存して、エンドラ撃沈のために全力を注ぎましょう。うまくすれば、ネイルアガマ2隻、
これのメガ粒子砲、それと今で、ね、戦っている G フォートレスになっている、まあ、ダブルゼータ、それとサイコガンダムマーク2、この攻撃でエンドラを撃沈できれば、ここに入っているサイコガンダムマーク2、あとバウ3機、これを捕獲できるので資金的にもめちゃくちゃ潤いますね。ちょっと狙いをその一点に見定めていきましょう。サイコガンダム2800ぐらいのコストしたと思うんで、それが手に入るともう全然資金的な余裕が違うし、まあ、使うんだったら使うんで強力なので、まあ、強力なね戦力がもう一つ増えるという意味でも大きいので、これは何としてもこのサイコガンダムマーク2捕獲します。ぐは13000ぐらい持ってかれた今。これきついな。サイコガンダムマーク2の火力は僕自身もよく知ってますけど、敵にすると恐ろしい火力ですね。で、コロニー落着によって壊滅している状態なので、この辺りの守備はディジェを出してしっかり守りましょう。ここがやられてしまうと、こんなに頑張ってきたのに陥落ということにもまだあるので、しっかり守りもしておきましょうね。で、問題はこいつだ。こいつをどう潰すか。まずはこのダブルゼータをどうするかです。で、ダブルゼータの攻撃を当てるのか、それとも戻るのかという本当に難しいところに来てますね。この 24% 当てたいな。これ当たってくれると大きいけど、当たれば残りヒットポイント4400だったら撃沈できると思います。当たった。この 24% 取れたのは大きいな。これでサイコガンダムマーク2もう1機回収しましょう。バウも回収可能かな。しっかり回収させていただきます。敵に回収されるとたまったものじゃないので、先に回収、まあ、バウもね敵に回収される恐れがあるのでこちらで回収しちゃいます。で、ダブルゼータガンダムは傷ついているので、ダブルゼータに関しては一度ニールアーガマに戻ります。バウがちょっと前期は回収できなかったんだな、まあ、これはしょうがないですね。敵が降りてきたな。しかもバウのモビルアーマー形態で降りてきたか。モビルアーマー形態で降りてこられるとちょっと痛いんですよね。我々の方が戦える戦力としては、まあ、サイコガンダムマーク2、あとはもうダメージが蓄積しているダブルゼータぐらいしかないので、ここもやっぱり先にこのエンドラを潰すっていう作戦になっちゃうかな。エンドラ潰しやりましょう。なんとしてもこのエンドラを先に落とす。劇中でアムラが乗った DJ ですね。ここもまあいつも通りっていう戦い方にはなっちゃいますが、まあ、先に母艦を沈めておきましょう。まあ、バウはバウで自由に動き回られる分、めんどくさいっちゃめんどくさいですからね。 35% の命中率、これは取れるかな。さっきの 24% 取りましたからね。ここでもし当たればサイコガンダムの攻撃で多分落とせると思います。いったな。むしろネルアーガマの砲撃でいきましたね。でかい。これもでかいよ。さあ最後の一機ですね。一隻かな。ここもバウ、ここも確実に潰していきましょう。ファーストガンダム編、ゼータガンダムエンドカーだとね、レベルアップして新しいクラスの
モビルスーツを手に入れるっていうことに対してすごく魅力があったんですけども、もうここまで来ると実はそういった魅力はほとんどなくてですね、もうダブルゼータも先がないし、サイコガンダムマーク2も先がないしというところなので、まあ、効率を重視した攻略をね、行っていければいいかなというところで、敵の戦艦を集中的に狙っています。今回はこの最後のエンドラ一隻、これを沈めれば我々のね、勝ちということになるので、積極的にこのエンドラを狙っていきましょう。アウドムラもどうだろうな、もう攻撃に参加してもらう、できればねアウドムラも攻撃に参加してもらって、もう仕留められるときに仕留めていくっていうのがね、効率面からはすごく良さそうですけど、空中での打ち合いか、ちょっとあんまりやりたくないけど、メガ粒子砲エンドラと打ち合いましょう。ここも 35%、 敵の命中率 40%、 なかなかちょっと当たりづらい環境ですね。もう少し陸に近いところにエンドラが降下してきてくれれば、展開済みのモビルスーツ部隊による攻撃も当たるかなというところだったんですけど、少し沿岸から離れているので当たらない位置にいるんですよね。本当に絶妙な位置に降下してきたなという感じがします。まあ、ただそれでも最後はこのサイコガンダムマーク2のビット攻撃で激震しましょう。6500残ってるんだけど、これ残るのかな、防御してこないってことは。いや削れるね、削り切りましたね。これで敵戦艦全機全席激震です。まあ、バグを大量に捕獲し損ねましたけど、まあそれは良しとしましょう。サイコガンダムマーク2をもう一確保しただけでも十分なお金になりますからね。はい、というわけで、じゃあ今回はね、大きな戦果ということでサイコガンダムマーク2を確保しました。次回はですね、おそらく最終ステージになると思います。この SD ガンダムジェネレーションシリーズは、1つあたりですね、5ステージ入っているので、次のステージがその5ステージ目に当たるので、多分ね次が最後になると思います。では今回はここまでにさせていただきます。